皆さんこんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマは、教室の先生だからこそ知っててほしい経営を効率的にするための自力と他力の使い方7つのコツちょっとタイトル長いですけどね。はい、今日はそんなお話をしてみたいと思います。私もかつての自分はそうだったのでとてもよくわかるのですが、教室の先生ってこう自分で全てやろうとする方多いですよね。でもちろん特にお金がない、出だしの頃、起業したての頃はお金がないし、自分で覚えなくちゃいけないことっていうのが結構多いので自分でやる必要があるんですよね。そこはある意味は仕方がないところはあります。ただある程度、少し回り始めてきて、自分が提供する価値はメインのその自分の授業のところなんですけれども、そうでないところ、枝葉のところですね、あまり得意ではないけれども時間がかかってしまうとかいうことは、一番手っ取り早いのはやっぱ他力を借りるということです。それがお金をかかって他力を借りなきゃいけない時もあるし、人間関係のバーター関係によって他力を借りる場合もあるんですけれども、要は自力ではもう限界があるっていうことなんで、その段階に来た時、ないしはそこへ向かって準備をしていくという時に、どういう考え方をしたらいいのか、あとはいずれその一人ではできない時期が来るまでは結構一人である程度頑張らないとダメですよ。でやった後からそちらに思考がね変わらなきゃいけない時期が来るので、その準備も含めてどういう考え方をしていったらいいのかということを今日はお伝えしていきたいと思います。まずですね、このヒントになるというか、参考になる本がありましてですね、小林雅也さんっていう、政治学者の方なんですけど、小林は普通の小林で、雅也さんの雅は正しいっていう字に、弥生時代の矢っていう字ですね、弥彦神社の矢みたいな感じなんですけど、その方が書いた本がありましてですね、そこの本からちょっと引用する話も一緒にしたいと思うんですけど、最速で10倍の結果を出す他力思考プレジデント社っていうとこから出している本の中の一部抜粋なんですけど、要はですね、要は自力思考で働いていると、この方の経験自体もそうなんですけど、どんなに頑張っても努力と報酬が比例しませんでしたと。限界まで働き、倒れ、休みなく働くというラットレースの繰り返しで過労のために倒れてしまったと。でしかし他力思考へ考え方を変えてから世界が全く違って見えました。他力思考の定義は次の通りですっていうふうに書いてあって、で、ここから7つの話があるんですけどね、これっていうのが私自身もそうだよなっていう感じるところと、だからこそ忙しくて忙しくて大変な教室の先生だからこそ知っててほしいと思う内容が入っていたので、これを今日はちょっとお伝えしたいと思います。まず一つ目ですね、その1、人の頭を使う、自分の頭だけでなく成功した人に知恵を借りるということですね。これはね、私もすごくやってました。起業当初の頃、とにかくうまくいってる人の話を聞いて、それが他業種で全然構わないんです。その思考とどういう考え方とプロセスなのかっていうのを聞いて、自分の業種業態に変換して全部取り入れてやってました。うまくいってることは いけるかもしれないじゃないですか。で仮に失敗したとしてもですよ、やんなかった時がゼロなんだから、ちょっとでも何かあればもうプラスで OK じゃないですか。だから成功した人の実体験から来る、そのプロセスですね、業態が違うと違うんですけど、そこの根底にある成功要因は何なのかっていうのをいつも考えて、それを自分の業種業態に置き換えてました。特に私が所属していたインターネットの集客とかマーケティングを教える会員の先生のところに集まってる方はほぼ男性で、通販とか物販の方が多いとこだったんですよ。で私教室業なんで全く畑違いなんですけど、お客様への
対応の仕方とか考え方とか、そういうものはね、全然関係ないんですよ。業種業態とか。で、そういうのでうまくいってる話とか、ウェブ集客の場合の動線の組み方のうまくいってる話とかを聞いて、それを取り入れてやっていたりとかしましたので、人の頭を使う、成功した人に知恵を借りる、これはやっぱりね、必要だと思います。2つ目、人の時間を使う。ブログや YouTube で発信し、相手の時間を使って価値を提供するっていうことですね。ちょっとこれ分かりにくいあれと思うんですけど、私の、集客というかの要はやはりブログと YouTube だったんです。理由はその2つの媒体に関しては、一旦アップロードすればですね、何年もずっとそこに居続けてくれて、必要な人が検索キーワードで探してたどり着けば、それを見てくれて私のとこに来るっていう仕組みができているので、7年前の動画であっても今の私に道筋として運んでくれるものがありますから、これはね、非常に財産になるもので、しかもその人が興味があれば勝手に私の動画をたくさん見ててくれるんですよ。私数千本の動画上げてるんですけど、それのうちの何百本とか見てから私に会いに来る方とかいらっしゃって、その間私はその人に何百本分の時間の説明と説得はしてないんですよね。だけどその方が見てくれることによって私を信頼してくださって、そして聞いてくださるっていう、そういう価値の提供の仕方があるので、これはやはり私が提唱するホームページを軸に集客をしましょうっていうふうに言っているのは、自動集客をしたいからです。毎回毎回頑張って疲弊した状態で、集めていってっていうことを繰り返している教室の先生が非常に多いので、だから自動で探されて勝手に予約が入るといいよねっていう状態を作りたくって、私はホームページに力を入れましょう。で、財産になるようなタイプのメディアから作っていきましょうということで、ブログと YouTube、この2つを特に中心に提唱している部分があるので、そういうことがやはり書いてあるんですよね。そこはやっぱ進めたいなと思うところです。で、3つ目です。人のお金を使うっていうことですね。採用教育にお金を使わず、コミュニティメンバーから受講料を受け取り、自立型組織を作るっていうことですね。この辺りはこの方の運営の方法とはちょっと私は違うんですが、似てるような形が少し作れてるのかもしれないのが、今の私の、クライアントさんの、組織です。私のコンサル生さんっていうのが、そのサロン、女神のティーサロンっていうコミュニティを私作ってるんですけど、そこの中でお互いに切磋琢磨して励まし合いながら伸びていくっていう、そういうことをお互いにね、勉強しながらやっていきましょうっていうものを作ってるんですよ。オンラインサロンに近いかもしれないんですけどね。私がルールは作っていますけれども、コミュニティから受講料は取ってませんけど、私のコンサル契約においてお金はお支払いいただいていて、その特典としてそこに入っていただいてて、無料で聞けるセミナーもあったりとかっていうことで、あとメンバー間でね、こういうことを、ね、やっていこうっていう時にみんなで一緒にやっていくっていうこと、成長し合える、自立型組織を作りたいっていうのは昔からあったんで、そちらの方でやってますね。そうすると何がいいかっていうと、お互いにその、教室の先生同士なんで、刺激ももちろんあるし、助け合いとかもね、できるんですよね。例えば私のね、例えばパーティーとかでケータリングとかっていうのがあったとしたら、そのケータリング屋さんとかを使わないにしても、例えばその先生にここの部分、料理の先生ここ、パンの先生これ、お菓子の先生これ持ち寄ってみたいな、それでみんなでね、味わって楽しむみたいな、そういうこともできたりするので、なんかそういうこう、みんなでやっていくっていうコミュニティがあるっていうのはいいかなっていうふうにね、思っていて、だから私が全てを提供しているわけじゃないにしても、自立型で運営をすることによって皆さん自身も成長していくことができる。これを、教室業の場合、生徒さん同士のつながりを先生が積極的に作ってあげて、それによってさらに新しい価値を生み出すことができるっていうのはいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。はい。で、4つ目です。人の手足を使う。代行型から教育型に切り替え、自分の手足を動かさないっていう、ここは
ジレンマがあるところですね。なぜならば私も一人で皆さん見るコンサルをやっちゃってるので、自分が動いちゃってるんですよ。だけどこれ一番ね、分かりやすいのは、そうだな、ウェブデザイナーとかがそれになるのかな。ウェブデザイナーは時間の切り売り、コンサルも時間の切り売りなんし、教室の先生も時間の切り売りになるんですが、それをこう引き受けたものを仕上げるっていうことが代行型ですよね。だけどそのスキルを人に教えていくっていうふうにすると、教育型に切り替わりますので、例えばそれで教育した人にと自分が取ってきた仕事を下ろしたっていいわけじゃないですか。だからそうするとさらにお金と時間は増やしていくことはできますよね。なので、例えば教室のね、アシスタントさんが欲しいって言った場合には、生徒さんからいい人が引き上げられれば、もちろんそれが一番いいですし、最終的には経営者っていうのは、経営をどうしていくかっていう、3ヶ月、1年、3年、5年、10年っていう先を見ながら、その経営戦略を練るっていうのが本来の経営者の、お仕事なんですよ。私その域に行けてないんですけどね。動いちゃうのが好きな職人型なんで、そこも見るけど自分も動くっていうのがですね、趣味に近いんですよ。動くっていうのは本来は経営でやっていくんだったら、その下に人を従えて、私はブレインとして頭を使い、その方向性と行く先を考えて仕事を指示出して動かす方が絶対稼げるんです。会社ってそういうものじゃないですか。だけどね、そのうちステージが変わったらそんなこともやりたいかなって思うのかもしれないんですけど、今は私が自分で動いて自分が価値を提供してみんなが楽しんでくれるっていうのが、ほぼ仕事が趣味化してる状態なんで、楽しいからやってるって感じなんですよね。だから、その経営を楽しいとゲームのようだ、楽しいなって私が思うようになったらそっちやるかもしれませんけど、今はね、自分をやっちゃってる。だから手足動かしてるんですけど、そんな私が言うのも何なんですが、先生もだから、教育型に変えっていうのは、例えばリアルでしか会えないことで教えるっていう教室形態だけじゃなくて、オンラインサロンとかっていうのもありますしね。やっぱ先生になりたい人を育てるっていう先生業にシフトしていくとか、そういうこともその一個になっていくと思うので、これも他力思考の一個になっていきます。で、5つ目、人のエネルギーを使う。成功者の自信を借りて新しいことに挑戦する。これはですね、誰かの力が必要です。特にうちのメンバーの場合には、私が皆さんの、3歩でも10歩でも、人によっては100歩ぐらい先行ってんのかもしれませんけど、のこういうふうにやればこうなるよっていう姿を見せ続ける努力を私はしています。うちのメンバーの誰よりも私は動くことを決めているし、誰よりも儲けることを決めてます。でないとですね、引き上げられないじゃないですか。後ろ見られないからね。だからその私がこうできるよっていうことで、皆さんが自信を持ってチャレンジできるっていう環境は確かに作れてるなというふうに思うんですよね。要はこれっていけるのかいけないのかって不安に思うこととかあるとするじゃないですか。私はあんまりないんですけどね。やるって決めたらやるから、あんまり不安には思わないんですけど、人によってはこれ本当にできるのかな、大丈夫かなっていうふうに思う人いるじゃないですか。だけど例えば私にはその未来が見えていて、それは絶対に売れるし、やればできるっていうふうに言うと、本人それによって自信つきますよね。で、自信がつくっていうことは当然できるようになるし、新しいことをチャレンジするのを恐れない心というか、私の場合は特に新しいことはワクワクするんで大好きなんで、新しいことばっかりやってるんですけどね。もちろんうまくいかないこととかありますよ。でもそれ以上に新しいことをやって成し遂げた時とかの、成功した時、うまくいった時の喜びの方が大きいから、うまくいかない時の話なんてすぐ忘れちゃうみたいな感じなんですけどね。そういう意味ではメンタル強いのかもしれないですけど、そういう私に「いけるよ」って言われることっていう、自信がつくっていうのは、やっぱうちのメンバーも話を聞いていて感じることなんで、これ人のエネルギーを使うっていうことになりますので、誰かそういうことを言ってくれる人がいるところからコメントもらえる環境にあるっていうのはいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、6つ目です。影響力のある人からキーマンを紹介してもらう。これもですね、私は私のコンサルタントの先生がいらっしゃるんですけど、その先生とかに自分が困った時、こういう人
人に知恵を借りたいとかっていうのをその先生に相談すると、その先生が自分の持ってらっしゃる人脈の中で一番最適な人を紹介してくれます。それは私がネットで探したりとか、なんか変な、ね、ところに当たって外れくじ引くより全然確実で正しい。なぜならばその先生の紹介と威信がかかってるからです。で、その先生から紹介された相手もその先生の顔を潰すわけにはいかないので、必死にやってくださるので、結果いい人と出会えるのは、まあ、当たり前なんですけどね。だからそういった影響力のある人っていうのは、私にとってはもちろんコンサルの先生である場合もあるし、例えばそれが写真の先生だったら、写真の先生から違う写真のことをご紹介いただくとか、いろんな各業界のプロフェッショナルとどれぐらい知り合えるかっていうのが、やっぱり一つのキーポイントになってきますよね。で、私の場合にはそのコンサルタントさん、先生と知っていることによって紹介してもらえる。で、私は私なりきの人脈と世界観で人を広げてってますので、うちのメンバーとかだと私にそれを聞けば、そういう自分が知り合えない人との縁をつないでくれるということになります。だからそのご縁をつなぐためにも、私ご縁をいっぱい広げとかないといけないんですよ。いいご縁ですよ。誰でもよくない。プロフェッショナルです、私がつながりたいのは。なので、その選定が終わってる状態の人を皆さんは紹介されるから、確実にいい状態のパフォーマンスが約束されてる人としか付き合わないことができるので、そういう意味ではね、早道なんで、これ人の人脈を使うということになります。で、7個目です。人のものを使う。書籍はできる先輩からあえて借りる。ビジネスは基本的に Google の無料ツールを使うということですね。書籍、私も本はできれば月に10冊以上読みたいと思っているんですけれども、まあ、その中でもサロンメンバーの、ね、皆さんにとって役に立つなっていう本は積極的に紹介をしていってます。で、それを理解して私からの紹介の本だっていうことは、今の自分にとって必要なことなんだって理解して、それをちゃんと片っ端から読んでいく人いますね。その人はやっぱり私の思考にすごく近いので、私の思考に近いっていうことは、ビジネスのアイディアとか考え方とか成功の道筋の作り方とか、この辺りが上手なんですよ。だから書籍はできる先輩からあえて借りるっていうことですね。なんで人のものを使う。このね、7つがこの方の言う自力思考をやめて他力思考に切り替えるってことですね。自力思考、要は自分の頭で考えてるから自分の頭の領域のものでしか結果が出ないんですよね。だからうまくいかないと感じている人は、自分の環境をそもそも変えないといけないんですよ。自分の頭で考えるっていうのは、自分の過去の延長線上の経験値でしか答えが出ないから、だから自力でね、やるの限界なんです。だから私は、コンサルタントをつけているし、本もたくさん読むのは、経験知識を借りて自分の中に落とし込んで、さらに自分を成長させるっていうことで、自分以外の時間、他力を使っているということです。だから教室の先生も他力を使うと、どの他力を使うかを選ぶのはご自身ですけどもね、そういう良い環境ないしは良い出会いと、そういったものを使いながら自分のビジネスを広げていくと、同じものじゃない、まあ、下がったりとか同じっていう状態より必ず上がります。私個人の、例えばうちのメンバーの場合ですと、私個人の考え方も伝えるし、あと仲間同士の思考がそこの意見というか、いいアドバイスをもらい合いっこできると5倍にも10倍にもなりますからね。この縦系と横系のこの2つのものを得ることができるコミュニティっていうのは、やはり最強なんではないかなと思っていて、私はそういうコミュニティ運営をできるように心がけているという、まあ、そんな感じでございます。はい。ということで今日のまとめです。教師の先生だからこそ知っててほしい、経営を効率的にするための自力と他力の使い方、7つのコツということなんですが、7つのコツ自体は先ほど言いました。考え方の根幹は、自力で考えてきた過去の思考だとうまくいかないんだから、他力を使った新しい思考に切り替えましょうという、そういうアドバイスでございます。はい、今日のお話はそんな形です。よかったらご参考にしてください。それでは。